オルティーグ賞を獲得したリンドバーグと、蒸気白鳥号で遭難したナンジェッセとコリのレリーフ。オルティーグ賞は、ニューヨーク市からパリまで、または、その逆のコースを無着陸で飛んだ、最初の連合国側の飛行士に対して与えられる、賞で、ニューヨークのホテル経営者、レーモンド・オルティーグによって提供された。賞金は2万5000ドルであった。多くの飛行士が挑戦したが、 1927年5月、アメリカのチャールズ・リンドバーグがニューヨークからパリまで無着陸横断飛行を達成し、賞を獲得した。レイモンド・オルティーグははじめ、この賞を5年の期限を設定して1919 19年5月19日に提供したが、期限内に挑戦者が現れなかったため、航空技術の進歩により多数の挑戦者が現れる段階に達した1924年。 さらに5年の期間を再設定した。何名かの有名な飛行士が大西洋横断飛行への挑戦に失敗した後、比較的無名だったチャールズ・リンドバーグがスピリット・オブ・セントルイス号で1927年にこの賞を獲得した。リンドバーグは賞の必要条件ではなかったにもかかわらず単独飛行を選択し、そのため彼は30時間以上操縦を続けなければならなかった。 リンドバーグは同時に固定翼航空機で大西洋無着陸横断を行った。彼の飛行はリンドバーグブームを呼び起こし、大衆の飛行機旅行への関心が花開くとともに航空関連下部の急騰を招いた。リンドバーグは競争者の多くが三発機を選択したのに対し単発機を用いるというリスクの高い戦略を取った。彼はまた単独で飛ぶことを選んだが、それは チーム間の意見の不一致を避けるためであり、実際に少なくとも一つのグループがそれによって遅延を生じた事実があった。また滝の事故の原因となった重量超過を回避するために、リンドバーグは無線機、六分儀、パラシュート等の必須とは言えない機材を積まなかった。彼が成功した最終的な鍵は、晴天が予想されていたが、他の挑戦者が十分だとは思わない程度の天候に、 あえて飛び立ったその決断であった。リンドバーグは次のように語っている。全く危険がないところで生きてゆくことを望む男がいるだろうか。私は馬鹿げた偶然にかけるつもりはないが、何かに挑戦することなく、成し遂げられることがあるとも思わない。飛行船でなく、という意味。リンドバーグ、フライト、エスエニグマティックヒーロー、フォン・ハーデスティ、2002。ありがとうございます。